彼のことを心から愛してた。結婚するつもりでいた。彼の子供を産むつもりだった。でも、今はもう何も信用できない。ある日、彼がお風呂に入っている間に、彼のカバンをこっそり開いた。彼の財布から、こっそりお金を借りようと思ったのだ。しかし、財布の中には、3000円しか入っていなかった。しょぼすぎる、中学生かよ。私はため息をつきながら、さらに、カバンの奥を漁った。他に、金目のものはないだろうか。これは、給与明細？そこに書かれていたのは、手取り、15万円。聞いたこともない企業名。私は騙されていたことに気がついた。彼は、自分は内閣総理大臣をしていて、年収は5000億円だと言っていた。普段は質素にしているけど、それは国民の目があるからで。現職を退けば、好きなだけ贅沢ができる、と言っていた。全部、巧妙な作り話だったのだ。私は目の前が真っ暗になり、絶望の谷へと落下していくのを感じた。彼と付き合って、約2年。私は2年分、歳を取った。女性にとって、歳を取るとは、どういうことか。すべてを失うことだ。自分の価値を下げ、人から愛されなくなることだ。醜くなり、健康を損ない、楽しいことは、何もできなくなる。私は詐欺師に、まんまと騙され、無意に歳を取ってしまった。絶対に、絶対に許せない。これはもはや、犯罪だ。クソースによる、女性への、犯罪なのだ。